釣り三昧。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、セリアさんから発売されているラインカッターと、それからマグネットリリーサー。これやばいですよね、マグネットリリーサー。釣りでよくルアーとかですね、釣りよくやってる方はもう必需品といいますか、こういうのが100円、税込み110円で売られています。セリアさんです。でこれはですね、色が5色ありまして、私確認してるところ、グレーとレッドとブルーとシルバーあとブラックですね、なんか数種類ありました。でまあラインカッターはブラックでしたので、一応色を合わせるということで、まあちょっと合わせたいなと思ったので2つ色揃いました。でこれでですね、ちょっとした便利グッズを作っていきたいと思います。はい、このようにですね、開封してみました。これはですね、ダイソーさんでも売られてます。このキーチェーンがですねついてます。キーチェーンはちょっと引っ張るとですね、プチッと切れてしまいますので、まあ、あまり釣りにはあまり向いてないのかなと思ったので、まあアドバンテージはねあまりないと思いますので、まああえてなしでもいいかな、どっちみち取っちゃいますので、まあこの本体だけでっていう、セリアさんはね本体だけなので、これを買ってみました。であとマグネットリリーサーはこんな感じになっております。カラビナですね、カラビナもこう結構強力な、ちょっと力入れないとこうこんな感じですね、すごいなんか、ね、バネが効いてますね。であとリリーサーの方はですね、こういうマグネット式でなってまして、これをうんとこんな感じですね、磁石がねついてます。それでですね、結構磁石もまあ100円とは思えないぐらいですね。まあアマゾンさんとかでよく売ってる結構安めのですね、リリーサーも私持ってるんですけど、それとほとんど遜色ないですね。やっぱりイリジウムの磁石に比べるとですね、まあ強力ではないんですけども、まあ小物とかをですね、保持するための磁力はちゃんとあると思います。それでですね、ここにリングついてますので、ここにリングをかけてみたいと思います。もちろんマグネットの部分も錆びると思いますので、海水で利用された後はですね、丸洗いするといいですね。こんな感じで、どうですかね、ライフジャケットとかゲームベストとかの、D 管部分とかにちょっと吊り下げていくと、好きな時にここでパッとこう使いますね。まあナイロンとかフロロはねスパスパ切れると思うので、そういう検証動画もありますので、一応ですね P ラインとかはどうかなと思うんですけど、普通に普通にテンションかければ切れますね。まあ普通の切れ味ではないでしょうかね、普通にこう切れますね、切れちゃいますので、普通に切れます、思ったより切れます、こんな感じで、こう挟んでちょっとキュッと手首を回すればスッと切れますね。なのでまあ切れ味としてはまあ通常のハサミとそう変わらないということだと思います。それでですね、問題はですね、こういう感じですね、
と見て、手品でも何でもないですけど、ですね、こう見て、分かります。磁力をですね、ちょっと見ていただきたいなと思って、こういう感じで、この辺まで来るともう、もう反応して引き合ってますね。おお。お結構ですね、この100円とは思えないですね。ちょっとこういう感じで、どうですか。こんな感じですよね。もうこの辺まで来るともう人の力ではこう制御できないぐらいまでこう引っ張り合ってしまいますね。何キロぐらい、何グラムぐらいまでっていうちょっとわからないですけど、まあ400-500グラムぐらい程度でしたら、まあ全然いいと思いますね、うん、これまで絡んでしまうぐらいですから。あとですね、このこういう風にしてね、保持するのもありかもしれません。こう取っちゃって、このカッターだけそうすれば、その刃物の部分がね、露出しないで済みますので。まあ、ただこれ強く振るとですね、多分ポロッと取れてしまいますので、まあ、なんかカバーかなんかがこうちょこっとポコポコなんかこう何かはめれるものが、かぶせれるものがあれば、まあ、手作りのものでも何でも、指サックみたいのでもいいですけど、なんかこう、なんかこう、こういうですね、覆うものがあればですね、安全ですよね。こんな感じでですね、200円ですね、マグネットリリーサー付きの、ラインカッターの出来上がりになりました。もしよかったらですね、皆さんもちょっと一回試されてみたらね、いかがかなと思います。こう既製品を買うとですね、もうやっぱり本当に1000円近くしたりしますので、こういうカッターと、まあ、リリーサーとなんかこうスプラッ、いろいろストラップとかがついたようなやつですかね。でここもこことここにストラップをつければですね、まあ、リリースこの外した後もこうつながってますで、なくすこともないですし、それはそれでありですよね。私の場合はまあこう外して、このストラップがですね、こう結構邪魔になったりすると嫌なので、まあ、ちょっとこういう感じでですね、まあ、内緒も安いですからね、リーズナブルなもんですから、まあダメになったらまた同じものを作ればいいものですから。セリアさんからね、このマグネットリリーサーが出てたってことに相当驚きをね、覚えました。まあ、今日はそんな動画で申し訳ありませんけども、まあ、皆さんのね、釣りライフがより良きものになりますように願いを込めまして動画にさせていただきました。今回はどうもご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録の方ですね、していただけるとすごく励みになります。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。